里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さてさて、はい、結構もういろいろなコロナの影響っていうのが中に出てきてますけど、出てきますけど、はい、まあ、選抜も中止になって、はい、いろんなところでね、うん、その選抜甲子園に出場した選手たちの救済案とかね、はい、いろいろね、あのスマップの中井さんとかはそのプロと試合したらどうかとか、はい、いろんな意見ありますけど、さぞき新しい救済案、はい、思いつきました。お、何ですか？選抜甲子園やります。え、だって中止になったじゃないですか。いや、撤回。いやいや、できないですって。だって今この状況で、はい、プロ野球も開幕できないのところ、はいはい、夏の甲子園すらあるかわからない、うん、オリンピック延期、うん、春の選抜やっちゃダメでしょ。やります。できない。考えついてきたんですよ。考えた、はい、2021年2月に今回の選抜やり直します。2021年の2月ってことはもう1年後にやるってことですか？来年の2月に、だからこの選抜、はい、今年の春の選抜に選ばれたチームっていうのは、うん、はい、まあ、いわばその当時は2年生ですよね、はい、だから新3年生ですよね、はい、来年の2月はまだ高校生ですよね、はい、できるじゃないですか。そうです。で、3月に選抜は本当の、はい、本当の選抜っていうのもあれですけど、はい、選抜は3月じゃないですか、はい、で、2月で他の時期、秋とかどうやとかいろんなこと言ってる人いますけど、はい、結局甲子園が使えないんですよ。まあ阪神が使うかもしれない、はい、日本シリーズ出るかもしれない、クライマックスあるかもしれない、どうなのか分かんない状況で、はい、まあ、12月ぐらいまで抑えなきゃいけないじゃないですか、うん、はい、そうなったらやっぱ使えないですよね、うん、2月、はい、甲子園空いてます。まあそうでしょうね、プロ野球やってないですからね、はいはい、そんなずっと抑えられてないんで、はい、あの2月はほぼ使わないと思うんですよ、はい、ってなったら日数取れるじゃないですか。取れますね。で、高校生じゃないですか。そこで甲子園やりましょう。ああ。選抜で、え、じゃあ次の3月の選抜は、まあ、そのほんとその年の本当の選抜の人がやればいいじゃないですか。だから2年生中心ですよね。なるほど。だから3年生と、はい、だからここで練習どうなるんやっていうのはあるんですけど、はい、まあ、そこら辺がうまくやって、まあ、そのダメな理由はそんないくらでも思いつくんですよ、はい、それだってあのもしプロ行った選手はキャンプ中やのにどうするんやとか、はい、大学進学した選手が大学のキャンプ行ったらどうするんやとか、就職どうするんやとか、はい、入試どうするんやとか、それはもうごもっともの意見分かるんですけど、はい、やることが大前提やから、うん、2月に選抜どうかって、うん、で、はい、まあ、今年の夏の甲子園も正直予選ができないんで、うん、あるかどうかも分かんないじゃないですか、はい、そうなった場合ね、うん、まあ、いつこのあれが収束するか分かんないですけど、うん、年末までに夏の甲子園の予選を各都道府県がやります、はい、あ、じゃあ今までやってたのは夏までいいでしたけど、うん、年末までにどこかでやると、うん、やる、はい、2年生の選抜の予選とは別に、これだから2チーム編成していかなきゃいけないから、はい、難しいですよ、はいはい、うんうん、やって選ばれました、はい、2月に春夏甲子園大会です。え、じゃあそのさっき言ってた春を2月にやるって言ってたのは、うんうん、もう春夏同時にやっちゃうんですか？同時にミックス。へえ。春夏甲子園大会。まあそっか、だから春の3月と甲子園両方とも春夏、まあ、中止になっちゃったら、だったら一緒に2月にやると思う。ドーンってやるって。おー、なるほど、うん、で、その新2年生の選抜とは別に、はいはい、頑張って大会を作って、うん、その出場校を決めるっていう、だから過密にってなるのは承知です、はい、いろんな難しいのは承知です。あの仕組みはこれから考えます、うん、でもその2月はどうやっていう、まあ、2月ってその野球が本当にキャンプ行っちゃってるんで、はいはい、本当にね、国内と国内のね、普段使ってる球場が空いてる時期ですもんね。そうそうそう。で、スケジュールもし春夏甲子園になった場合はスケジュール消化できなかったら、はい、京セラと併用しましょう、はい、もしね、仮にこの夏の甲子園もなかった場合、はい、じゃあいざ自分の考えたり、うん、いざ自分の子供って考えた時に、うん、いや、それはやっぱ忍びなさすぎるっていう、うん、っていうか、そう、かわいそうすぎるっていう、はい、そのためだってもうね、いわばこれでもう野球をやめて就職したりとか勉強に励んだりとか違う道へ行こうってする人たちも、はい、多分全国の高校球児の中で多分 6、7割いると思うんですよ。いや、もっとかもしれないですね。ってなった時にそれを奪われるって何のために頑張ってきたんやっていうのの、うん、やっぱ人生の今しかない一つのことで考えたら、うん、やっぱ喪失感大きいと思うんですよ。だからできないのは仕方ないけど、うん、ね、この状況になってね、それはもう仕方ない部分もあるけど、うん、どうしたらできるかを考えようっていう。そうですね。だからどうですか、春夏甲子園大会2月いいんじゃないですか。普段よりもうちょっと日程ね、かけて、そうそうそう、で2月で3年生になった時に、うん、はい、そこまで学校の授業もそんなカツカツじゃないですよね、はい、高3の2月って言ったら試験は、試験あるんですか、2月入試。あ、入試が2月
の頭とか前期後期とかだった気がしますね。そこは頑張ろう文武両道で、はい、そうですね、うん、頑張ろう、うん、やりながら大学に行きたいっていう人はいやだからもう頑張りながら、うん、だから野球もそんなね今までみたいに真剣に練習できないかもわかんないけども、はい、その甲子園でやれるっていう、まあ、そうですね、そのもうじゃあもう甲子園で勝ち抜くぞっていうチームももしかしたらもちろんあるかもしれないけど、甲子園でできるっていうのも、うん、やっぱその勝ち取ったっていうので、はい、甲子園でできるっていうのも作ってあげたいじゃないですか。だって甲子園でプレーすることでその時しかないんですよね。そうそうそう、でそれでちゃんと優勝も決めるんですから、はい、もう第1回ですね、はい、第1回春夏甲子園大会もしかしたら最初で最後かもしれないですからね、うん、優勝って、はい、両方の優勝日もらったりしてね春夏の面白いですね。まあ、でしかもまあ来年2月だと収束してるかもしれないし、うん、まだ高校生の間だし、うん、まあ、なんとかしてできひんかっていうのを考えね、いろいろそのじゃあ夏の甲子園仮に行われた場合、はい、じゃあ選抜に出場した子たちも入場行進だけしようかとか、うん、ね、はい、あとはなんかまあいろんなじゃあ秋に何かしようかとかっていういろんな案ある中での一つの案として、うん、2月どうやっていう、もしだから夏普通に行われたら普通の選抜を2月と3月に並列してやる、はい、うんうん、夏行われなかったらもう春夏両方やるって。じゃこれ本当に2月までもしですよ収束されなかったら、うん、またじゃああれですね、大学に行ってももう一回甲子園戻ってきてとか、もうそれは難しいっす、ね、難しいですかね。だから2月がギリっすね。ギリですね。あ、できるのは、うん、だそういったところでもなんとかできる方向性で、まあ、できるかできないのかは正直何でもそうですけど、はい、できるかできないのかって違う問題じゃないですか、うん、もう一つ、はい、まずやるためにはどういうことができるのかを考えて、それでもやるべきなのかやらなくてもいいのかっていうのの案として一つの提案です、うん、そうですね。で少年野球からずっとやってきた子って本当にそれに命をかける、うんうん、命というかね、まあ、情熱を燃やしてきて、うんうんうん、甲子園でやるっていうのが、まあ、高校球児の中では頂点なわけですよね。そう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 、あれ甲子園出てないですよね、ってことはプロになる前は甲子園でやったことも一回もない。一回もない。夏の甲子園予選3回戦、はい、7対でコールド負けですプロになれるんですからね、それでね大学行って、うんうん、だから、はい、なんで野球だけとかっていう人も現れるかもわかんないですけど、はい、残念ながら僕野球だからそれ野球のことだけ考えるじゃないですか、はい、うん、もしサッカーのことだったら那須さん考えてくださいよね、このサッカーの救済案そうそうそう、那須さんが YouTube ね、はい、以前もコラボバンバンってしてますけど、はい、サッカーは那須さんに考えてもらいますよ、はい、他の競技も考えてもいいですよ僕はね、まあ、勝手に言うルールですよね。サッカーもね、はい、あのじゃあインターハイどうするんやってなった時に、うん、まあ、俺はそこまでサッカー詳しくないから言いづらいけど、はい、じゃあインターハイと全国高校サッカー選手権、はい、どっちがでかいんやってなった時に、はい、全国の方じゃないんですかっていう、そしたらまだ猶予ありますよね、はい、そうですねいろいろね考えるとありますよね。だからやっぱりね、うん、あの救済案は、うん、その競技をしてた人が考えた方がいいと思うんですよ、うん、まあ分かりやすい。そうじゃないとインターハイと全国高校サッカーのどっちが勝ちあるか僕分かんないんで、私も分かんないそうですね。だとね、大学とかも、はい、春と秋のリーグ戦両方中心だった、うん、だからまあ秋があるんで、はい、秋だから大学はもし春とリーグ戦中心になったとしても、うん、秋あるんで。あれドラフトって秋の大学のリーグ中ぐらいでしたっけ。あとドラフトもいつやんのか問題あるんですよ。だってシーズン中、シーズン中真っ只中で、はい、だからドラフトやるんかとか、はい、うん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 、ドラフトが今までのオフの1月とかずれ込む可能性があるんですね。でもそのドラフトは、はい、あの高野連の方は遅くやってほしくないんですよね。あ、そうなんですか。はい、だ去年だと10月17日がドラフトなんですよ。大体もう毎年そこは日本シリーズ前なんですよ、はい、ということはもう第一陣戦力外になった選手は出てるんですよ。出てますね。はい、だから要は戦力外になる選手を出してからドラフト取んないと、はい、もうキャパの問題もあるじゃないですか。ってなった時にレギュラーシーズンやってる中、はい、戦力外の選手言えないですよ。言えないですね。だからそこがドラフトどうなるのかっていう。去年は10月17日がドラフトで19日から日本シリーズが始まってるんですよね、はい、11月の頭なのか、だからまあ多分予定は出てると思うんですけど、だからそのドラフトも、うん、シーズンが決まらないとドラフトも何日にやるかね、はい、もう一回スケジュールを変えなきゃいけないのか、うどうなるのかっていうのはあるんですけど、はい、そこら辺が難しいですよね。でもいろいろ連鎖的に考えることって出
上で一つ何かを変えたら、うん、そこからまた連鎖して何かを変えていかないといけないから、うんうんうん、もう日本忙しいですよ今。そうですね、うん、だからこういろんなパターン考えておいた方がいいですね。そうですね、その場になってからあたふたするよりもできるならこれも面白いんちゃうかとかこういうのどうやっていうのを案いっぱい出して、でそこからいろんなことを考えながらスケジュールやって現実性があるやつを決めていってほしいですよね、うん、積み上げ式だと頓挫する、うん、どうせこれできひんできひんとか言うじゃないですか。だからこう上決めてそこからできるためにはこうするっていうのが欲しいですね。逆算というか、よく言うじゃないですか、うん、前例がないからできん、前例がないからやるんやっていう前例をね作っていかないと。そうなんですよ、なんか多くの人がなんかこう前例がないからとか、うん、なんかこれできんあれできんそれ無理やって言うんですけど、うん、いや無理なことよりも、はい、どうやったらできるか考えたら、これをやるために何をする必要があるのか、でそれをクリアできるのか、できたらできるね、だからそれまずクリアできるかどうかやっていこう、はい、っていうのをやって、あできるねにしてほしいです ね、うん、ね。だからそんなこんなね、僕が言うなんか春夏甲子園っていう、はい、聞いたらねそんなバカなっていう人もいるかもわかんないですけど、バカなかもわかんないですけど、実現できたら高校球児たちにとっても、うん、それがまたいい思い出になるかもわかんないし、うん、その甲子園っていう場を奪わなくてもいいし、うん、面白い大会になるんじゃないのかなっていうところはあるんですけど、はい、できないのは百も承知だけど、はい、できる努力ももし僕が当事者だったらしてみたいなって思いますね、うん、いやできない 100% はないですよ、ね、そうですね、頑張ればできるかもしれない。そうですね、うん、だからね、もし何か聞きたいことがあったら電話してほしいですよねどうしたらいいの。そうだ、これもそれ面白いけど、あじゃあやりましょうかってね、はい、なるじゃんね、うんうんうん、まあね、本当にみんなで救済案とかいろいろポジティブにね、はい、考えていきたいですね。そうですね、はい、甲子園やらしてあげたいですけどね。いや本当にみんな気持ちはそうですよ。そうですね、うん、まあ、あとはもう見守りながら、こういう動画を発信しながら、はい、誰かのね何か 1% でも、まあ、ヒントになってくれればいいですね。はい、はい。